スピードスケート選手、元ケリン選手。1998年長野、オリンピックショートトラックスピードスケート男子500メートル銅メダリスト。岐阜県橋間郡南町出身。岐阜県立岐阜工業高等学校卒業。身長163センチメートル、体重56キログラム。兄の植松淳も元ショートトラック選手で、1992年。 アルベールビルオリンピック、1994年、リレハンメルオリンピックに出場した。1974年6月21日、岐阜県橋間郡南町に生まれる。5歳の頃にショートトラックスピードスケートを始める。高校卒業後は働きながら、スケートを続けようとしたが、就職するつもりで行った会社が倒産し、しばらくは無職のまま競技生活を続ける。 その後別の会社への就職が決まり、1996年、全日本選手権総合優勝。1996、1997年世界選手権、代表。1998年長野オリンピックでは500メートルで、銅メダルを獲得した。しかし長野オリンピック後はスランプに苦しみ、所属していた会社の経営状況が悪化したことも、あって解雇される。 周囲の支援を受けながら競技生活を続けていたが将来への展望が見出せない中長野オリンピックで銅メダルを獲得した実績などから特別枠で日本競輪学校に入学できることを知りかねてからプロスポーツ選手を志していた上松は入学を決意する2000年に日本競輪学校に特別枠で入学 一種目からの特別選抜入試による初の合格者であった。スケート選手の多くは自転車による練習を行っているが、植松にはその経験がなかった。入学後は自転車への適応に苦しみ、競争訓練での成績は79人中69位に終わった。植松は自分の力はこんなものだったのかと情けなさを覚えたという。同校卒業後は、 日本競輪選手会岐阜支部所属の選手となり、浜口孝明に弟子入りしている。2001年8月11日に松坂競輪場でデビューを果たし、同月18日には名古屋競輪場で初勝利を挙げている。しかし競輪に対して不慣れな部分があったためか、デビュー当初から成績が伸び悩んでいた。2006年6月には上位クラスの S q に昇格し、 有力選手とも直接対決するようになったが、S 級では苦戦を強いられることが多かった。上松はデビュー後、ショートトラックでは許されているインからの追い抜きが、競輪では禁止されているなど、競輪の駆け引きがショートトラックと似ているようで全く異なることを実感したと振り返っている。また、オフシーズンのない競輪では、上松がショートトラック時代に行っていたような、 一定の期間で筋肉量を増やし基礎体力を蓄積するというトレーニング方法を取ることができなかった。しかしショートトラック時代と違い生活の心配をせずに練習日打ち込めることはありがたいとも語った。肝臓疾患によって疲労回復がままならず2007年9月以降から長期欠場。2008年12月15日の一宮競輪場で復帰するが 2009年10月より、再び長期欠場する。2010年7月19日の大津美は小競輪場で、復帰したものの、同年9月18日の松阪競輪場、第 10RS 級特選2着を最後のレースとして、S 級に半角付けのまま引退した。10月4日、選手登録少女、通算510戦116勝、特別競輪への出場は、 GII のふるさとダービー1回のみで GI への出場は果たせなかった。働いていた自転車店の客の紹介で航空機部品会社に職を得た。2014年8月に退職して、形ブレーンを企業、トレーニング計画のセミナー開催などをしてきた。また、産業能力大学情報マネジメント学部で学び、一般社団法人アムサで教育、指導、 セカンドキャリア支援の認定指導者にもついた。ありがとうございます。